旧管理棟、皇帝側旧管理棟、昭工口上田市立浦里小学校は、長野県上田市にある公立小学校。旧、上田市地区の昭権群川西村浦里地区の裏の、腰子地席を校区としているが、小さ型郡、浦里村時代は、現在の昭権群青木村の東方地席も、校区としており、上田市立川西小学校発足までは、ひ都市古田、岡地も、 校区としていた。上田市浦里小学校のルーツは1873年開校の養成学校に遡る。同校は、小さ型軍、馬越、人志古田、岡野三村と福田、吉田の二村を校区として開校。1886年に、青木村立青木小学校の前身である、政子学校から分離した小さ型軍あたり校村。 同じく前身で先から分離した、競技学校から分離した道軍腰戸村を校区に、加えの地の昭権軍浦里村の村々を校区とする、浦野学校が発足した。そして1889年村々が合併して、小さ型軍、浦里村が発足するとそのまま、村立浦里人上小学校と解消している。同校は1895年の高等化分地により、 村立浦里人情高等小学校と1941年の国民学校令により村立浦里国民学校と1947年の学生改革により村立浦里小学校同時に併設で浦里中学校と解消を重ねても校区の変更はなく歴史を重ねていたが1957年に小さ型郡軍室賀村との合併 上田市の小泉畜町地籍の編入により、小さ型郡川西村が発足すると、以降は縮小の歴史となる。道村は発足の折旧、浦里村の統合地籍を、小さ型郡青木村に分離していた。このためあたり合地籍を、青木村立青木小学校に分離し、残りの地籍で、小さ型郡川西村立浦里小中学校として、再発足することとなったのである。 1960年併設していた、浦里中学校が、村内の併設中学校との統合により、小さが郡川西村立川西中学校が、発足すると小学校を単独に戻り、1973年に、小さが郡川西村が、上田市に合併すると、上田市立浦里小学校と改称するが1980年以降上田市立室が小学校、 上田市立小泉小学校両校区の過疎化が問題となった。そこで川西中学校の校舎が置かれていた人志古田地席に両校を統合して開校した上田市立川西小学校が設置されることとなったため人志古田が川西小学校の校区として分離した。2005年には岡地席が川西小学校の校区として分離。 旧管理棟は1924年の建築で、懐かしの小学校木造校舎100選に選ばれている。その古さから、映画、テレビドラマのロケ地として使用されることがあった。2012年9月5日夜に発生した火災で、全焼、消失した。火災で燃えた校舎の廃材からコカリナが作られた。近年では、 2017年度より上田市立となった長野大学とともに長野大学浦里都省として連携した活動を行っている。実際に長野大学の学生による授業が行われている。この連携協力は上田市で開かれた地域と共にある学校づくりシンポジウムで発表された。ありがとうございます。